に向かいます。どこにベリーウィンク薬局ですね。ジェネリック今建設中のモール。いえいえいえ、急遽動画回してます。今日はあの買い物に来てるということで、さっきで、ね、床屋行ってきたんですよね、70ペソ約、まあ、200円弱ぐらいですか。で月1、まあ、1000円カットみたいな感じですね。やってきて今日は久しぶりにこの市場ご紹介したいと思います。こういうあの右のここも床屋さんですけど、今行ってきたところは70ペソだけどエアコンがついてるっていうところですね。でさっきのところはエアコンなしなんでもうちょっと安いかもしれないです。でね、今日買いに来た目的は大きく2つあります。1つは大豆を買いに来ました。最近納豆作りをする機会が多くなりまして、それで今まではネットでね納豆の大豆を買っていたんですけど、どうも現地で手に入るということで、先日試作品の納豆、現地版のですね、デマゲテ版の納豆を作ったら、まあ意外にありだなと。あの、ね、薄皮みたいなのがねすごい出て大変なんですけど、まあ手間をかければありだということがあって、おお、あ、ビーフンだ。ビーフンも買ってっかな。あとね、もう一つはそのタッパ。タッパってなんだ、お店のテイクアウトとかで使うやつですね。そういうのを探してます。靴屋さんだな、ここは。靴屋さん。靴。すごいな。ちょっと細い路地に入ってますけど。相変わらずですね。ちょっとまず大豆屋さん、この辺野菜売り場なんで、に向かいます。どこにでも売ってるっていうわけではないんですよね。以前この辺はあの野菜売り場と花屋さんがあるエリアなんですけど、だいたいね、よいしょよいしょ、あと豆腐も売ってるんですよね、この辺。まあ、興味のある方はカウンターじゃない、コメント欄に書いていただければ。ここですね、豆腐屋さん。なんかあるけど残り2個しか売ってないから、あの新鮮か分かんないんで買うのはやめましょう。数日前の売れ残りの可能性もあります。こういう花屋さんは結構その宗教の関係で、需要があったり。すごいなこれ。おお、is real cash? Yes. おお、what is this for? なんか、a birthday. The book. おお、very rich, rich guy.Very rich. Very rich. Thank you. すごいな。1000ペソがめっちゃ刺さった花がありました。なんだありゃ。バースデーって言ってたと思います。この辺だったんだよな、大豆。あれ、ここだったっけな。もう一個向こうか。ここ、米屋さん。もうね、どこに何があるかわかんなくなっちゃうんですよね。こっちかな。あれ、ここじゃなかったっけな。モンゴ豆。あれ、あれ、聞いてみよう。確かここなんだよな。ここの人。こういう魚。干物系ですね。一回買ったらね、めちゃめちゃ塩気が強いんですよね。これなんだろう、煮干し？店の人がいない。この前はお姉さんみたいな人いたんだよな。どこだ。
この辺だけど大豆はないよな。やっぱさっきのところかな。が違うよな。まあ、ちょっと待ってみます。イチガララフィフォーラーフォーラーストーキスレッジ。オッケー、Thank you。 ワン、ツー、スリー。オッケー。なんか向こうだと教えて一本違ったんかな。いや違うな、前回の店とは違うぞ。まあとりあえず、あこれか、あここだな、一本ずれてました。これでしょう。ソイビン、あー1キロプリーズ。これで65ペソ。お兄さんが入れてくれます。65ペソ用意します。この計りで。Salamat. Think twice. Di kaya ng bisyo. Dili pa ulay ang tanan. Proteksyon niya ang lawas. Kaya ました。Gikan sa Maxan capsule. なんかね、いろんなものが、あ、ここにいろんなゴミも入ってるんですけど、まあそれはしょうがないですよね。ああ、春雨が欲しいんだよな、まあでも。はい。Oh, change. Thank you, thank you. Sorry. お釣りもらうの忘れた。Do you have like a plastic container? Plastic container? Ah, like. D Plaza. 私は勝手にこの町のなんだっけ、伊東洋華堂です。伊東洋華堂と呼んでいる場所です。久しぶりで、お手伝いさんに買い物をお願いすることになってからあんまり来てないですね、こういうところには。ここでこのピンク軍団はフードパンダ軍団ですね。日本でいうグラブとグラブフードっていうか、そんな感じです。ここは薬局ですね、ジェネリックの薬局、薬が多いと。ちょっと喉飴を買いに来ました。あ、これだ。はい。Is it sore throat? Sorry? For a throat? Yes, sir. The yellow one. How much is? 71. Two. Give me two, please. What else? 購入、無事買いました。買ったのはね、飴。飴ですね、のど飴。医薬品なのかな、よくわかんないですけど、これ美味しくてうちは効くんで買ってます。1個ね70ペソぐらいですね。あとねこれ、なんか痒いとこがあるときに痒み止めみたいな感じだと思います。これが1個ね40ペソだから100円ですね。もう薬はこういうちっちゃいのをちょこちょこ買うっていう風に慣れてきてました。慣れてきました。まあフィリピンスタイルなのか、日本だともっとね多いですけど、多い量で1000円前後するっていうのが、まあ、一般的だと思いますけど、こっちはそんなことないですね。ちょこちょこ買うという感じです。風邪薬とか10円とか20円とか30円とか、まあ、そういう一粒ワンタブレットいくらっていう感じで売ってたりします。じゃあリプラザの中に入って買い物していきたいと思います。安定の日本食。場所を少し変わってですね、先日紹介したコンドミニアムのところまで来てみました。工事がだいぶ進んで、まあ、コンドミニアム自体はもう3棟 1、2、3かな、この辺が建ってるんですけど、この
これか。これがね、今建設中のモールになりますね。ショッピングモール。だいぶ進んできた工事が。前まで何もなかったんですけど、ワンダーズっていうなんか謎の、看板がついてますね。よくわかりません。今この道の前がえらいことになって、もうほぼほぼ車は通れない、バイクが横をすり抜けていくだけの状態です。前からだいぶ道がひどかったんで、この街にもしいらっしゃる方は、この辺は今ほぼほぼ通行止めという感じなんで、ご注意いただければと思います。大体どうですかね、ショッピングモールあと 2,3 年後に、営業開始って感じかなと勝手に思ってます。早ければ 1,2 年ぐらいですかね。そんなあんまりね、早く行きたいと期待せずに待ちたい、そんな風に思います。バイク屋に来てます。先日別の動画で紹介したか忘れましたけど、バイクを買い替えまして、なんか定期的にオイルチェンジをしなきゃいけないと言うんで、今日は来てます。3回目かな、こういうオイル。多分これだと思うんですよね。335ペソ、だから600、700、800、1900円ぐらいですか。これを買って、向こうにいるですね、メンテナンスの方々に渡すと。で、結構その日本と違って、まずこういう正規の、ここはヤマハなんですけど、ヤマハの、例えばホンダでもいいんですけど、代理店に来ると大抵ですね、バイク買って、その後のメンテナンスですねは、整備のこう本ありますよね。整備の本を、メンテナンスブックって言ったかな、それを持ってここに来るんですね。こういう受付に来て、誰でもいいから渡します。すいません、呼ばれたんで、充電してました。今お金は払ってないか、これか、さっき言ったのこれですね。ウォーレンティーガイドブックっていうんで、これバイク買うとついてくるんで、これをですね、持ってこの辺の、係の方にお話しすると、このエンジンオイルを買いなさいと。で、買ったらですね、お金を、この目の前にキャッシャーって書いてある、これですね、キャッシャーで払います。係の方に全員誰でもお金を渡すってことではこの国はどうもないらしくて、こう一人いるんですね、このお金を扱う人、一人というか、その分業制というか。なので、そこでお金を払って、そのレシートを、このエンジンオイルを買いなさいって言った人に見せて、でエンジンオイルを手に入れます。で、手に入れたエンジンオイルを自分でですね、こう持って行って、この実際に交換してくれる、この赤い服着た人ですね、この人に渡します。で、そうすると、この人がエンジンオイルを交換してくれると。で、交換が終わったら、この本をですね、持って、ここに多分中開くと、今日エンジンオイル交換しましたというのを、書いてもらっていれば、それで終了、家に帰っていいと、そんな流れになります。で、これやらなかったらどうなるかっていうと、このおそらくなんですけど、説明を受けたときは、こうエンジンの保証っていうんですか、何年保証とか、それが受けられなくなるというふうに聞いた覚えがあります。ただ、それは私の英語力が間違ってるかもしれないんで、実際 100% ではないんですけど、多分そんなようなことを言っていらっしゃったと思います。で、実際ね、3000キロとか、ね、何ヶ月とかっていうエンジンオイルを変えるのがあると思うんですけど、それだけ全然走ってなかったり、まだ早いんじゃないかっていう段階でも、こういう保証を受けるために、いやいやと言っちゃいけないですけど、しょうがなく変えてると、エンジンオイル変えてるというのが、うちの場合正直なところです。
ちなみにこれあれですね、日本でもある NMAX 151,900ペソですから、まあ30万、38万ぐらいですね。今どんどんどんつってここに人がいたんですけど、もうエンジンオイル変えてくれたということなんで帰ります。ちなみに他の相場大体、あ、誰か買ったんだ、誰か買ったんで、でっかい鍵ですね。安いのだとね、まあこう8万2000円とか7万9000円、値段はだいたい 2.5 倍していただくと日本円になります。だから8万2000円だと8人16、21、2万ぐらいですか。そんな感じが相場ですね。昔はもっと安いのありましたけど、まあ、実際もっと安いのあるんですけど、最近どうですかね、2019年と比べて、まあ、5000ペソから1万ペソぐらい高くなっているような肌感を私は感じてます。まあ、片落ちであれば5万5000とか6万ペソとか、まあ、バイクによってはもうちょっと安いのとかもありますが、大体スクーターだとそんな相場感です。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイヤ生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイヤ生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスかツイッターの DM までお願いします。ありがとうございました。